突然だが霊夢、3分あったら何ができる？カップ麺ができる。ということで今回はこちら。インスタントライフ。その男が街に来ると電柱に広告が貼られ、その広告には地図が載っている。目的地にたどり着くと、3分間だけ死体が生き返る。という都市伝説があった。今日も誰かが、事務所を訪ねてくるという話だ。すごい能力だね。でも3分生き返ったところで何ができるの？人生を変えれるぜ。誰かを立ち直らせたり、誰かを救ったり、誰かを手にかけれるぜ。使い方エグすぎ。な、いろいろだろ。そんな都市伝説の主、闇市と、助手の石橋のもとに、依頼人が来るわけだ。ちなみに蘇生に必要なのは、髪の毛だけでも十分だ。髪の領域。そもそも復活させる理由なんて人それぞれだしな。会いたい以外になくないかい？もちろんその側面もある。だが例えば普段 DV する息子がいて、そいつがこの状態で帰ってきて、そこから髪の毛を入手して、蘇生してみたら女の子だった場合、霊夢ならどう思う？こいつやったな。その後の葛藤の末にこうだ。さっきのエグいやつそういうことか。そういった人間の本性を垣間見ながら、闇市たちに危機が迫ってきたり、過去を探る物語になってるぜ。強烈なビジュアル。今回はここまで。簡単な感想は動画説明欄に書いとくぜ。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。